あ、こんにちは、マーティン、ダイムの役場、金とかです。瀬戸内寂聴さんと、大人の付き合い方。やはり、いつも先生とぶつかってします。本を読んでいろんな人に出会って、まず尊敬できる先生を見つけましょう。先生に叱られてトラウマでやる気が起きない。こういう時は、嫌な人は、縁なき修正。いなかったことにして忘れてしまいましょう。いつまでもこだわっては、あなたの人生にとって損ですよ。まず、普通の人生生きるのが嫌です。普通の人生を生きることのは嫌なんですね。はい。まあ、自分のやりたいことを親に理解してもらえません。こういう時は、まあ、自分の考えを理解する。母子家庭の場合、親に自由になりたいのは当然です。でもお母さんの寂しさを察してあげましょうよ。まずマイナスこと、おばあちゃんがマイナスなことばっかり、年寄りが愚痴言ったりボケるのは仕方ないこと、それを心配する優しさを大切にしてください。つまり年寄りを大切にする。アルコール依存症の父がいた場合の解決法。あなたも辛いかもしれないけど、お母さんは辛い。あなた自身が強くなって家族に頼られる人になりなさい。というわけで、瀬戸内寂聴の大人とうまくいかない人の対応法でした。バイバーイ。